テンプルオブザドッグは1990年にシアトルで結成されたアメリカのロックバンド。同年に死去したマザーラブ・ボーンのフロントマンであるアンドリュー・ウッドを追悼するために結成された。テンプルオブザドッグはサウンドガーデンのフロントマンであり、アンドリュー・ウッドのルームメイトであったクリス・コーネルを中心に活動開始した。ウッドはコーネルが ライブツアーから帰ってきた1990年3月19日に、ヘロインのオーバードースにより24歳で死去した。数日後にコーネルは、ヨーロッパツアーに旅立ち、ウッドへのトリビュートソングを書き始めた。コーネルはレコーディングを開始し、楽曲はサウンドガーデンの音楽と違い、スローでメロディアスなサウンドに仕上がった。コーネルは、マザーラブ、ボーンのメンバーであった。 ジェフアメンとストーンゴッサードを誘い、バンドを結成。その後もマット・キャメロン、マイク・マクレディラが加入しバンドの原型が完成する。唯一のアルバム、テンプル・オブ・ザ・ドックは、A&M レコードより1991年4月16日にリリースされた。後にパールジャムのボーカリストとなるエリ・ベダーもバックコーラスで参加した。アルバムは全米チャート5位、カナダで11位を記録。 アメン、ゴッサード、マクレディ、ベダーは、パールジャム、コーネルとキャメロンは、サウンドガーデンの活動に専念するため、テンプルオブザドックは、活動を終了したが、その後も散発的に再結成ライブを行っている。ありがとうございます。